伊豆市は、静岡県の伊豆半島中央部に位置する市。この半島で最大の面積を占める、基礎自治体である。平成の大合併のピーク期あたりの2004年の4月1日に、伊豆半島中北部の四町、田形郡主前寺町、都井町、天城湯ヶ島町、中伊豆町が合併し、伊豆市が発足した。伊豆市は、県の面積のントを占め、現在、浜松市。 静岡市、川根本町に次いで4番目に広い基礎自治体である。このように広大な面積を有しているが、宮間内図半島に位置するため、地域の67%は山林で占められており、荷重地面積は17.3%ほどで、人家の多くは仮の川とその支流の脇のわずかな平地に集まる。温泉と自然環境を主軸とした観光地を有している。 四北部より西を望む画像のほぼすべてが伊豆市の地域。中央部が修善寺駅周辺と修善寺温泉街。左から右へ狩の川が流れる。右奥の山海がダルマ火山で、その最高点がダルマ山。四北部より南を望む画像のほぼすべてが伊豆市の地域。最大の山海が天城山。その右前が天守火山。伊豆市の中心街である。 主前寺駅周辺。右が南方向。地域の多くが伊豆半島のおよそ標高500から1000メートル級の分水嶺に囲まれる。そのために、地域は分水嶺内側の仮野川水系上流域を占める内陸部と駿河湾に接する海岸部の二つに大別される。この二つの地域間には標高約570メートルの船原峠があり、移動において、 地域住民の地理的、心理的障壁となっており、生活圏の境界にもなっている。海岸部は内陸部に比べ、暖流である黒潮の影響でいく文化温暖である。地域はかつて火山島であった伊豆半島にあるため、火山活動に由来する地形が残る。戦術の地域を囲む分水嶺の産業も、大型火山が侵食されて形成されたもので、内陸側の裾野には、 大型火山の名残の比較的緩やかな山並みが続く地域もあり、北部域ではゴルフ場や別荘地、テーマパークとして利用されている。これら大型火山の活動はすでに終えているが、半島西部の伊豆東部火山群は現在も活動中であり、それら炭性火山が作り出した地形も市内に多く存在するが認知度は低い。気候は一般的に温暖な地域と認識されている。 伊豆半島であっても、天城山近くの山間部では、積雪のある都市も、珍しくない。この天城山では、年間降水量が4000ミ、mm、リメートルを超えることもある、田内帯である。国土地理院の全国、都道府県市区町村別面積庁によると、伊豆市の面積は363.97平方キロメートルである。国土地理院によると、伊豆市の東西南北それぞれの橋は、 以下の位置。北端は、すうんの北北西約 1km、東端は、日や川峠の北北東約 4km、南端は、天城峠の西約 1km、西端は、恋人岬である。また、2010年国勢調査結果に基づく人口重心は太平にある。市の発足前から人口の減少は進んでおり、 発足時の人口は38,108人であった。一時期、合併の枠組みによっては、政令指定都市へ移行することも検討されたが、構想は白紙撤回された。しかし、三島市や伊豆の国市は新たに、伊豆市など、伊豆半島の各地域との大合併による、新・伊豆市構想を持ち始めており、同構想が実現した場合は、政令指定都市への移行が実現する。 可能性もある。海外国内平地は、主として、稲作が中心。天城山の山麓では、清涼な水を利用して、江戸時代からわさび栽培が行われ、中井津地区のイカダバ地区や、地蔵道地区では大規模なわさび田が広がる。1892年頃、原保存の平井熊太郎が畳石式栽培を、開発したはこれらで収穫される、天城のわさびは、 最上級のブランドとなっている。また、明治期には、天木湯ヶ島地区の石渡秀夫が、椎茸の栽培法を確立しており、現在も椎茸栽培が盛んである。駿河湾に面する都市地区では、漁業が行われている。主な漁港は小島田漁港と、八木沢漁港。江戸時代から稼働していた都金山をはじめ、持ち越し鉱山、大人鉱山など、多数の鉱山を抱え、 1960年代までは、盛んに採掘、精錬が行われていた。鉱山の採掘はすべて廃校、または休止しており、精錬技術を活かしたリサイクル事業などに転換している企業もある。主善寺駅主善寺駅は、鉄道のない伊豆半島西部へのターミナル駅となる。駅前には、半島各地へ向かう、バス路線が集まる、一般国道自動車専用道路である。 伊豆縦貫自動車道を含む国道や複数の県道、一本の有料道路が市内を通過する。一般国道自動車専用道路、国道県道有料道路静岡県道223号、清水港問い線の標識と問い温泉。フェリーの甲板から撮影。市内に空港はない。最短時間で行ける空港は羽田空港である。県内には静岡空港があるが、 利便性が低く、地元住民は、成田国際空港や羽田空港を利用する。南関東や静岡県内の空港への公共交通機関を利用した最短所要時間は次の通り。なお、静岡空港についてはバスを利用することになるため、渋滞状況によっては2時間以上を要する場合がある。修繕寺関連温泉日帰り温泉スポーツ施設自然、施設別荘地その他。 イベント温泉日帰り温泉観光、スポーツ施設別荘地自然旧跡など、イベント、天城峠関連温泉日帰り温泉スポーツ、文化施設自然、施設資料館自社、旧跡イベント金山関連温泉日帰り、温泉海岸、海水浴場名所、公園歴史、文化イベント。ありがとうございます。